マリア・アンヌンツィアータ・フォンエスター・ライヒは、オーストリア・ハンガリー帝国の皇族。皇帝フランツ・ヨーゼフ一世の名。全名は、マリア・アンヌンツィアータ・アデル・ハイト・テレジア・ミカエラ、カロリーネル・イーゼ・ピアイ・イグナティア。フランツ・ヨーゼフ一世の弟、カール・ルート・ビヒ大公と、その三番目の妻で、ポルトガルのハエオ・ミゲル一世の娘である、マリア・テレザの間の第一子、長女として生まれた。 父にとっては二番目の娘である。名前は父の二番目の妻、マリー・アーン・ヌンツアータにちなむ。家族からはミアナの愛称で呼ばれていた。1894年から1918年まで、プラハの貴族の娘たちの入る女子修道院の院長を務めた。1902年、エリーザベット皇后の老いにあたるバイエルン公、ジークフリートと一時的に婚約した。 しかし、婚約後に二人でイングランドへ旅行した際、ジークフリートに精神錯乱の兆候が現れたため、すぐに婚約を解消している。1898年にエリーザベット皇后が暗殺された後、母親のマリア・テレザ大公妃と共に、ウィーン宮廷のファーストレディ役を務めてもいた。こうした役割のため、彼女はフランシスコ会のオーストリア宣教師団など、 多くの団体の講演者、名寄理事の地位にあった。1900年には、マリア・アンツバッハ近郊のフルートに大工女の名を、冠したアンヌンツアータ修道院が建設された。腹違いの長兄フランツ・フェルディナント大公は、定位継承者だったが1914年に暗殺されている。また、1916年には、おいのカール一世が、最後のオーストリア皇帝となった。 1961年、同福の妹エリーザベとアマーリエの嫁いだリヒテンシュタインの死と、ファドゥーツで亡くなり、リヒテンシュタイン公爵家の母廟に葬られた。ウィキメディアコモンズには、マリアンヌンツヤータフォンエスターライヒに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。